から鎌倉散策したいと思います。鎌倉はですね、外国のお友達が来た時とかに何度かガイドをやったことありまして、まあその時のことを思い出しながらとか、また新しいスポットに出会えたらそれはそれで、皆さんにご紹介したいと思います。てか、まあ楽しみたいと思います。今日はですね、大好きな江ノ電に乗りたいと思います。おー、江ノ電近い、かわいい。電車の中では喋れないのでナレーション入れます。よし、乗ります。君が好きだと叫びたい、うん、鎌倉高校前といえばスラムダンクですよね。教科書です。自撮りの小技見せます。右に隠れて海見せて、はい、左から出てくる。今9時前なので、発生駅に行きたいんですよね。となると、あ、この9時3分のに乗っていきます。で、発生へ向かいます。よし、行くぞ。お、来た来た、前からもかっこいい。海沿いを走る江ノ電。江ノ電久しぶりや。海きれい、天気良くてよかった。一番前って気分いいですよね。一番前で、前見んの好きなんですよ。かっこいいな、車掌さん。お、着きました、発生駅。発生駅に着きました。で、ここでスタッフさんと待ち合わせなんですが、ちょっとまだいないです。電車早い。ここでスタッフさんと合流したので、カメラの画質変わります。よっこいしょっと。おはようございます。今から長谷寺に行きます。イケメンの大仏がいるということで。しかも大きい大仏で、そちらの大仏を見に行きたいと思います。思い出して、ありがとうございます。うわ、天気綺麗。覚えてるんです、こっちなんです。高橋メアリー巡回ド記録、違ったりして。大きい、こんなに大きかったか。イケメンと言われている大仏。この大仏の中に本当は入れるんですけど、今はまあコロナの影響で密を避けるため中に入れないみたいです。皆さんタイプですか？ここおすすめです。写真映えスポットだし、あとその外国のお友達、外国人のお友達連れてきた時はすっごく喜んでくれました。ずっと写真撮ってました。ポストカード。桜ね、桜の時期もいいですね。かっこいい。そっか、上から見るとこうなんですね。いろんな外国の方が来れるようになってほしいな。とりあえず何か食べたいです。行きましょう。何食べよう。まだ多分お店があまりやってないんですけど、私の好きなコーヒー屋さん、カフェがありまして、美味しいこうスコーンがあるんですよ。あったかく焼いてくれるんで。観音コーヒー 300m。 お、徒歩4分。あ、早い。左方向です。いいカフェあると思って入ったんですけど、こんな裏だったら見つけれない気がするんですけど、あった。ほら、シャッター今行くと。すぐ開けます。いや、本当に。お名前お願いします。赤瀬里奈です。やばい、オレンジの時の。
役目と一緒です。明石里奈すごい可愛い名前ですね。いや、ありがとうございます。明石里奈さんいた。それを言えることないと思ってたから嬉しいです。すごいちょっと本当に一人でめちゃくちゃ本当に興奮してる。だって同じ名前じゃんと思ってます。まさかシャッター上げていると思わないです数年前たまたま見つけてすごく美味しくて気に入った観音コーヒーです。こちらで、こちらメープルナッツ、メープルナッツで、はい、ありがとうございます。マジで美味しい。ありがとうございます。すごい可愛い。スカありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。メッセージ付き、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくり。ありがとうございます。いただきます。クリーミー、美味しいです。すごく本当に思ったより なんか甘さがその強くなくて、キャラメルも自家製で炊いてあって、ほろ苦い感じで、私ブラック無理でした。カフェオレとかむしろコーヒー牛乳じゃないと飲めないぐらいでした。いつからブラックでガンガン飲むようになったのは女優始めてからです。なんか眠くなんないようにとかそっか。今はなんかコーヒーを飲むというより飲むのも好きなんですけど、カフェ見つけたら入るのが好きです。カフェが好き。メープルナッツ味、うまっ。噛んだ時からも香りがメープルの。スイーツは普段控えめにしてるんですけど、でもまあその体にスイーツとかは作って食べたりしますけど、たまにこういうのはあんまりないかもしれないです。好きですけど。とか確かに小麦食べるの久々、美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃい。いただきます。嬉しい。あー、おいしかった。おいしすぎた。最高。ということでこれから小町通りへ行きたいと思います。小町通り、小町通りへ。今ちょっと朝ごはんだったんで、ちょっと昼ごはん食べに行こう。行きましょう。鶴岡八幡宮。あら、人多いわ。左方向です。こっち左。うわ、素敵な店。もう並んでる。奥前だ。どういうことか。こっちは後ろ。いい匂い。長すぎた。後ろ向こうっす。すいません。いや嬉しい。楽しみ。目的地やここキャラウェイカレー屋さんです。カレー大好き。でここのカレーめちゃくちゃ美味しいんですよ。また来たいなと思ってたんで嬉しいです。今日で2回目並んでるな。なんかその時ね、そういう観光客の皆さんで並んでるのかなと思ってたんですけど、普通に平日のお昼並びますね。友達が、あ、ここいいじゃんということで行列並んで入ったんですけど、今まで食べたカレーで一番美味しいって言ってました。本当それぐらい美味しいですよ。チキンにしようかな。私小ライスでいいの。そしたら650円。ホタテも気になるんですけどね。ちょっとどっちしようか、チキン紹介しようかな、どっち紹介しようか。来ちゃいました。キアウェイ、うまい。こんなに美味しかったっけ。美味しい、超美味しい。やば、すっごい美味しい記憶あるんですけど、めちゃくちゃ美味しい。スパイス、あ、すごいチキンすごいほぐれてて、うん、食べやすい。
ピリ辛めっちゃ美味しい。私辛いの好きなんですけど、このピリ辛感やばい。深いスパイスが深い。うん、まっ。絶対これお腹空いたら絶対ここ来た方がいいですわ、鎌倉来たら。美味しい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい、お腹いっぱいになったんで、次の観光スポットに行こうと思います。宇賀福神社の銭洗弁財天へ行きたいと思います。結構歩くんですけど、もうカレーの中いっぱいになったからちょうどいいなって。まだまだちょっと食べたいものがあるんで、これでお腹空かせようと思います。うわー、素敵なトンネル。自然のトンネル、石ですね。うわ、はい、左なんかいきなり山になりましたよ。あ、源氏山公園ですか。これあっ、暑くなりました。すごい、さらに上がる。おととぎすは春に見える。あ、でもそうそう、フクロウもいるの。鎌倉の縁結び、これに行った気がする。あ、そうそうそう、葛原岡神社。あ、そう、私この坂登ってきました。で、縁結びのとこに行ったっていうのは、この坂登って行ったんですよ。あっち、あっちから行ったの。めっちゃこれ、この坂が大変でしたもん。銭洗弁財天、あれあれだ、よかった。この日からもらってください。周りが白くなれば OK。 やった、着いた。ここに入れる。気持ち冷たい。ここで緑のじゃん、私が大好きな和菓子屋さんで、とっても大好きなおしるこがある長島屋さんです。行ってみましょう。地元の方たちが買って帰る、地元の人たちに愛されている和菓子屋さんだな。よし、熱々。生姜です。うまい、甘じょっぱい、甘じょっぱい。ございます。すいません、義経しるこ。なんか色がこう薄く見えませんか。とろとろなんですよ、焼き上げ。まあ飲みます。うまい、優しい甘さ。そしてこの泡餅、焼いた泡餅、これ美味しいです。うまっ、甘い、甘いってその優しい甘さ、めちゃくちゃ美味しい。また食べやすい、なんか重くなりすぎない。あんだけカレー食べた後、美味しかった。あ、どこかでお一つずつ。ありがとうございます。うわ、気になってました。召し上がってください。嬉しい、お土産ゲット。美味しかったし、本当にいい人、いい人が作ってるものって美味しいですよね。9時ぐらいから始めて、今が2時前ぐらいなんで、約5時間弱ですね。あっという間でしたね。
ね、カレーも食べれたし、スコーンも食べれたし、おしるこも食べれたし、たくさん歩けたし、大仏も見れたし、もうすごい充実した5時間でした。本当はね、まだまだ紹介したいお店とかあるんですけど、それはまた次回というか、どこかで楽しんでいただけたら嬉しいです。この動画を気に入っていただけた方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。